皆さん、こんにちは。アリオーナです。今日はですね、私がちょっと注意をしたい、まあ言っちゃえばちょっとムカつく外国人の方について話したいと思うんですけれども、で多分今視聴者の皆さんで、自分も外国人じゃ何言ってるって思った方もいるかもしれないんですけど、それは確かにそうですよね。私も外国人なんですけど、やはり日本にいる外国人の私として別の外国人を見て、ちょっとね、態度に気になることとか、まあ、そういうことがね、そういう気づきがやはりあったりするので、ちょっと今日は皆さんと共有したいと思うんですけれども、で私自身もね、外国人でもしかすると時には日本人の方にこの外国人ムカつくって思われてる場面もあるんじゃないかなと思いますし、自分もね全然パーフェクトではないんですけれども、でもやはり、まあ、6年間日本に住んで、で日本語を喋って、まあ、日本の大学に行って、あとまあ何かわからないとこある時になるべく調べようとしているので、まあ私は外国人の中で、まだ日本人の皆さんの気持ち理解できる方なんじゃないかなと勝手にですね思っていて、今日は自分の気づいたところを共有したいと思うんですけれども、ぜひね皆さんのご意見も聞かせてくださいね。では本題に入りたいと思います。で今日はですね、2つの軸に分けて話したいと思うんですけれども、まあ、大きく分けて訪問外国人、つまり短期で日本に観光客として来る方と、じゃなくて私みたいに、まあ、何年も日本に住んで、まあ、日本で何か仕事したりとか結婚されたりとかそういう方ですね、まあ、在住の方ですね、その2つに分けて話したいと思うんですけど、で最初は、訪問の方から話していきたいと思います。では1つ目はですね、日本のエスカレーターって、まあ、東京であれば左側は立ちます、右側は歩きますっていう風なルールには一応なってると思うんですけれども、でほとんどの方がそれを守ってますよね。で、よく私が受けるんですけれども、荷物を本当にめっちゃ広げて人がもう全く待って通れないようにしてしまう外国人の方、まあ多分日本が初めてでちょっとわからないかもしれないんですけど、でもねよくよく見てるとみんなが左側に立っているのに自分だけが両側に立って別に荷物広げて、もう本当にね注意してもどっちみち取れないような状況を作る方よくよく見かけるんですけど、なんで周りのこと気づかないのかなってすごい不思議で、で私ならまだ注意はできるんですよ。ただなんか注意をしても結局自分が通れないし、急いでも後ろに立ってんーみたいなムカついた音を出すしかないですし、でむしろ日本人の方だったら多分そもそもちょっと言い難い、で急に外国人にねなんか喧嘩売るようなことを言うのがなかなか難しいと思うんで、結局ね誰も注意しないんですけど、でも私がいつもそれを見てちょっと怒ります。やからちゃんと周りを見て、周りが左に立ってるんだからちゃんと荷物も自分も全部左に寄れたらさ人も通れるし、なんで気づかないんだってちょっと思いますね。ちょっとそういう周りへの気配りがねあったらいいんじゃないかなとちょっと思いますね。では2つ目に行きます。2つ目はまあ典型例なんですけれども、車内でねすごくうるさくする方やはり結構いますよね。まあ、私自身もねたまにテンションが上がってうるさくなることあるんですけど、でもなんか自分で気づいて、あ、ちょっとやってしまったみたいな感じでちょっと声を静かにして頑張ってるんですけれども、でもやはりまあ日本に住まれていない方ですと多分自分の国の声の音量のまんまで日本に来て電車の中で喋ると思うんですけれども、なんか日本に住んで静かにみんなが静かに喋ってるっていうことに慣れてる私ですと、なんかすごいちょっと静かにしてよって言いたくなりますよね。皆さんも多分そうですよね。まあなかなか言えないんですけど、その車内とかで結構うるさく、しかもなんか例えば座った席がちょっと距離が空いてて、でそのなんか
向かい合って座ってる時とか、ちゃんと声が届くようにさらにうるさくするとかっていう時があると思うんですけど、あれはね本当にね嫌ですし、私も恥ずかしいんですよ。だって私なんてこの顔ですし、なんか結局そういううるさい方が一人だけでもいると、他の外国人も、まあ、うるさい存在に思われてしまうし、なんかもうね私まで恥ずかしいんですよ。で、私の代わりに社内にいる静かにしてる方に、ちょっとごめんなさい、多分この方の国ではこれが普通なのでちょっと許しくださいみたいな、そんなことを言いたくなるくらいなんですけど、まあ、これは余計なお世話かなと思うんですけど、でもとにかく社内の中でうるさくする方はちょっとね注意したいんですね。では3番目で、3番目はまあどちらかというと2番目の続きなんですけれども、3番目はですね、うるさくするだけじゃなくて、お酒も電車の中でめっちゃ飲む方。私ね何回もですね成田空港から の電車の中で見かけたことあるんですよ。なんか外国人の男性でみんなすごい、まあ、最初からすごい大きい声で喋るのもそうなんですけど、まあ、それだけじゃなくて、あれなんですよ、お酒もこうやって飲みながらで、なんかちょっとずつさらに声が上がっていってしまって、で話の内容自体もなんかあんまり上品じゃないし、なんかちょっとそういうのってどうかなと結構思っていて、もうね結構注意したくてしょうがないんですよ。でそれを私が一番最後に見かけた時って、たまたまそういう男性の一人と目が合って、でそれでその男性が笑顔を送ってくれたんですけど、なんか私すごい複雑な気持ちになったんですね。結局まあまあって感じで、私は何も注意はしなかったんですけれども、でもやはりもうちょっとまあやめてほしいね、もうちょっと静かな声で話してほしいし、できれば車内でお酒はね飲まないでほしいし、まあね言っちゃえば私自身もなんか新幹線の中だったらね、なんか仕事帰りに、まあ、ビール飲むことはあるといえばありますが、だって一人で静かに飲むし誰にも迷惑かけないし、ね、ああいう風にすればまだいいんですけど、なんかねお酒の缶持ちつつうるさくするのはちょっとやめてほしいなと思います。それでは4番目で、4番目はですね、そういう風にする方が多いっていうわけじゃないんですけれども、私が最近ムカついてしまった件なんですね。金沢に12月に行ったんですけど、でそこはホテルに泊まってて、でホテルに結構立派なお風呂があったんですね、大浴場ね。でその大浴場に行ったら、外国人のお母さんが5、6名ぐらいいて、でその外国人お母さんの子供5、6名がいたわけなんですね。でそのお母さんたちがめっちゃうるさい声で喋ってるだけじゃなくて、まあ、子供たちが好き放題で、何をしたかというと、高いところから温泉の中に飛び込んだりしてたんですよ、子供たちが。でそのお母さんたちはもう一切なんか無反応で何も言わないし注意しないし、自分たちもめっちゃうるさい声で話してるから、いやちょっとこれはマジ迷惑だなーって私も思ってて、めっちゃ注意したかったんですけど、多分でもその団体は注意しても伝わらないかなって思って、めっちゃ我慢して、彼女たちからめっちゃ遠いところに私がなんか入っといて、奥にねなんとなく立ってたんですけど、でもなんか私が何も言わずにそのお母さんたち何回かめっちゃ怖い目線を送ったり、あと普通にみたいなちょっとムカついたような音を出したりしてたら、なんか2、30分後にねやっと少しは静かになった。少なくとも子供たちが温泉に飛び込むということをやめてくれて少しリラックスできたんですけど、でもねちょっとねこれ1回しかそういうことに遭遇したことないんですけど、本当に本当に嫌でしたね。なんかね静かにしてほしいし、なんか温泉ってリラックスする場所だし、まあ喋るのは多分自由でしょうけれども、でもなんか周りの人への迷惑に、ね、ならないようにしてほしいし、子供たちが危ないし迷惑なことをしてるのもやめてほしいし、ちょっとね怒りましたよ、アリョーナが
私が温泉に入るとね、一切声出さないからね、こんなおしゃべりの私ですけど。では、5番目に行きたいと思うんですけれども、5番目っていうのは訪問外国人の方も住んでる方にもどっちにも関係があるんですけれども、まあ、単純に言うと、その日本の文化を理解しようとしない方、まあもちろん海外で、要は日本じゃない国で生まれると多分自分の常識が違うっていうのは、まあ、しょうがないですし、それはね、みんな自分の育った国の常識になるのは、まあ、それが当たり前なんですけど、でもやはり違う国に行く時って、まあ、何か自分がおかしい、ちょっと不思議って思ったところがあっても、まあ、だってそれ自分の国じゃないし、ただやはり理解もしようとしないっていうのは許せないことなんだなと思っていて、まあ、それは日本だけじゃなくて、まあ、なんて例えばロシア人の私がアメリカに行ってなんかおかしいことあるときに、アメリカの方がちょっとおかしいじゃんとか、そういうふうに言うんじゃなくて、まあ、なんでそうなってるかとかっていうのをやはり理解しようとしないと、ちょっと自分も困るし周りも困るから、ちょっとね。で、日本はやはり多分制御と、まあ、なんか生活の面とか、まあ、いろいろと人の関係だったりとか、西洋常識と異なるところが多いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、でもやはりそこをね、理解しようとしないとねっていうところですね。で、それをしようとしない方もいるから注意したいなと思います、いつもね。ではですね、次はもう在住の方にちょっと注意したいことについて話したいと思うんですけど、で次が6番目になります。で、こちらはですね、ムカつくことかどうかわからないんですけれども、私が個人的にすごい悔しく思うことなんですが、長く日本に住んでるのにあんまり日本語ができない、勉強しようともしない、そういう方もいらっしゃいますよね。もちろん人によっては、あ、日本語難しい、ちょっと困る、苦しいとか、そういうことは全然あると思いますし、まあ、言語学習ってね、そんなに決して簡単なことじゃないんですけど、でもやはり長くどこか別の国に住んで、特にこっちで家族持ったりしていると、なんかその国の言葉を学ぶのって、まあ、当たり前なんじゃないかなと私は個人的にはね思うんですけれども、でもやはりそこは気にしない、まあ、ずっと日本語を学ばないという方もねいて、ちょっとね、私としてはめっちゃ悔しいです。多分なんですけど、その日本語を学んだら生活自体も楽になりますし、あとその日本語が分かれば周りのコミュニケーションが取れて仲良くなれて、まあそれだけでストレスが少なくなるだろうし、あと日本語が分かれば日本のことももう少しよく理解できるんじゃないかなと思うので、まあ、日本に住んでるのにね、何年も住んでるのに日本語を学ばないのはね、まあ、ムカつくことではないんですけど、私はすごい残念だなって思うことです。日本語を学びましょうでは7つ目に行きたいと思うんですけど、7つ目はですね、ちょっとね、日本の文句を言いつつ住み続ける方、残念ながらそういう方もね結構いるんですね。なんか、まあ、日本のちょっと生活面で何か理解できないことがあって、それおかしいと言いつつとか、あとここがダメよとか、日本はみんなが思うほど完璧な国じゃないよとか、そういうことを公の場で主張しつつずっと住んでいる方、いや、もちろん、まあ、例えばもうここで家族できてるから出たくても出れないとか、そういう方もいるかもしれないんですけど、でも少なくとも静かにしてほしいね。なんかせっかく自分がこの日本に住んでるならば、まあ、もちろん文句あるっていうことはあるだろうし、それ日本人の方も日本のこういうところはどうかなって思うこともあるかもしれません。それはまあ個人個人の感想、個人個人の価値観とかのことだから、それは別に自然だと思うんですけど、それを公の場でめちゃくちゃ言って人に、なんか日本のそのせっかく日本のすごいいい印象を持ってる方に、いやいやいや日本はねここダメよとか、そんなこと言う方、いや残念ながらねいるんですね。
そんなに不満があるならば帰ってほしいし、まあ帰れないんだったら少なくともそんなことちょっと言わないでほしいし、あとは、まあ、どうしてもちょっと不満があって解消しないんだったら、どうすればその自分のそういう不満が解決できるかとかね。結局この世の中はその好き嫌いみんなあるし、完璧な国なんてないし、でも多分自分には何らかの理由があって、まあ、例えば日本が好きで来たとか、好きな人が日本人だったとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、せっかくなんかこの日本に来たのに、そうやってなんか日本の印象をちょっとダメージするようなことをする人はちょっとね、許せないですね。ただ私もね、喧嘩に巻き込まれるのは好きじゃないですし、どっかネット上でそういうトークを見かけても干渉しないようにしてますね。やはりそういう方に何か言っちゃうと、さらにね、自分の方にもちょっと悪口飛んでくるかなと思うんですけど、でもね、そういう方がちょっと減ってほしい。文句あるなら帰るか、もしくは、まあ、自分の価値観を変えて理解しようとするかの、どっちかですね。では、8番目。8番目に行きたいと思うんですけど、8番目も、まあ、私の個人の感想で、それは他に気になる方がいるかどうかちょっとわからないんですけれども、日本に住んでいるのに、お辞儀しない方もいますよね。それは、私も外国人ですし、結構気持ちは分かるんですね。私も最初は、なんか、ロシアとか、まあ、多分ヨーロッパとか、アメリカとか、そういう国って、お辞儀する文化はやはりないので、最初のうちは慣れない。なんかちょっと違和感を覚えるっていうのは、あるんじゃないかなと思うんですけれども、でも何年もやはり日本に住んでいると、なんか意識しなくても、体がね、勝手に、お辞儀してます。私なんかは電話してる時も気づかないうちにすごいペコペコしてますし、まあそれは何でしょうね、自然に身につくことなんですけれども、なんかどうしてもなんか抵抗感みたいなのを覚えてちょっとお辞儀しない、主義的にお辞儀しないっていう方も多くはないと思うんですけど、まあいるんですね。私自身もちょっと見たことはあるんですけれども、で私はなんかちょっと申し訳なく思うんですよ。例えば私の前にどうしてもお辞儀しない外国人と日本人の方がいると、なんか注意したいんですよ。いや、こういう時はね、ちょっとお辞儀した方がいいんじゃないかなとかっていう気持ちにはね、なるんですね。そして今日の最後なんですけど、9番目に行きたいと思います。で9番目も実は訪問外国人にも、まあ、在住の外国人にもどちらにも関係があるんですけれども、まあ、在住の方の方が多いんじゃないかなと思います。で9番目はですね、日本人女性を少し軽視しているような現象、それは結構ね、個人的に起こります。なんかちょっと注意したいんですね。外国人の男性の中でなんか日本人の女の子は可愛いし、なんか強く言えないから、そういう調子に乗ってなんか強引にナンパしたりとか、そういう方もね、いるかと思うんですけど、ちょっとね、あるべき姿ではないですよね。確かになんか以前にそういう方もいましたよね。なんか YouTube の動画まで撮って、まあちょっと日本人の女性の悪口って言いますか、そういう偏見を出した男性がいましたよね。結局その方はもう日本に入れなくなってしまったんですけど、結構ね、これは重大な問題で、もう動画1本撮れるぐらいに大きなテーマだと思うんですけど、でもとにかく今日はやはり、まあ、そういうところも私はちょっとね、注意したいっていうか、これは結構ムカつくところですね。なんかもうちょっとその謙虚な日本人女性を尊敬して、ちょっとそういうところはね、やめてほしいなと思います。はい、今日いっぱい喋りましたね。私普段はあまりネガティブな内容は喋らないんですけれども、でもね、やはりちょっとね、今回はね、いろいろ喋りましたね。皆さんいかがでしたでしょうか？理解できるところとか、むしろ理解できない、あるいは何言ってるとか、そういうところはありましたでしょうか？ぜひね、自分のご意見をコメントにね、書いてくださいね。マッシェクの動画気に入りましたら、チャンネル登録といいねボタンお願いします。では、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。